7月30日火曜日です。今日もよろしくお願いします。今日は一般動詞疑問文をやっていくんですけども、その前に今日ね July 30th、 これ発音確認していこうと思います。はい、 30th、 まあね、ちょっと今からゆっくりやっていくんですけど、30th ね、30日ね、Tuesday 火曜日ですけども、これ、ね、ここまあちょっとおさらいというか確認ね、30は30で、13になると、あ、ちょっとこれアクセント打とうかな。30だと30で、13だと13になりますが、さあこれ、30日になって th が後ろについたとき、まずスペルどうなるか。はい、ここね、あと4つ文字入っていくんですけど、ここまではね、これ一緒です。あと y のところちょっと変わるの。正解書きますね。th。はい、こうなります。30th。で、ただ、この発音がね、30th、 口をこう、イーってやる。イーではなくて、30th、 これ、注目。30th、 ここでね、っていうのが入るんです。とか、もう本当にこの、ね、弱い音。30th、 ぜひ練習してみてください。一般動詞の鍵は、今日もね、もう埋めていこうかなと思いますが、これは復習に